山の中にいてるんですよ。うん。なんかマウンテンだからね。うん。全然種類違うから、ふわふわーっとしてる。ああ、結構 ね、4000メートル級なんで寒いんですよ。そうなんですか。うん、あ、そしてあんだけがふわふわってしてるんですよね。うん、あ、そうなんだ。うん、それに持ち上げたら、あとは大変です。防寒用ですね。マウンテンはね、背中だけが白くなってもきれいですよ。西ゴリラは尻まで白くなってます。うんうん、あ、背中だけなんですか。へえ。で、色もちょっと薄いでしょ。マウンテンはほんま漆黒なんです。あ、本当に漆黒の上に背中が白いからもう白いですね。実際、何と違うやろうな。でも最近 YouTube で何もでも見れるじゃないですか。YouTube とリアルに見るのは違うな。大きさはあんまり変わらないぐらいですか。マウンテンがちょっと大きいと。あ、大きいんですか。あの、アレンの法則で体重比に関して表面積を小さくすると、体を大きくする。アレンの法則。僕は見てよう分からんけど、マウンテンの腕は短いらしい。そうですね。分からんけど、西宮の本座の方がこんな、こういう風腕があれなんですか。多分地上性が強いかどうかの問題だと思うんだけどね。でも、なんだろう、マウンテン腕がね、2000メートル級から3000メートル級だから結構木があるから結構木に登るんですよ。あ、そうなんですね。ビルンガのマウンテンゴリラ、どちらに行かれたんですか。最後くんですか。両方行ったけど、両方行ったんです。すごいね。え、今日人どんなにかかるんですか。80から90。僕はもう個人ツアーで手配して、すごいね、宿代を抑えるという。うんうん、非個人なんですね。シルクハムだよ。節約。ツアーで行ったかと思ったら個人なんだ。すごい。ご写真とか選ぶとね、うん、結構ええホテル選ぶから大変ですね。じゃあ、このツアーコンダクターみたいな人に頼むんですか。あ、現地の会社。行きたくないと思うかな。あ、そっか。結構ゴールデンモンキー組むよね。ゴールデンモンキー見るとつまらん。ゴールデンモンキー、金色の？ある意味日本猿もゴールデンモンキー。ああ、そっか。日本が火山群にいる日本猿って思います。うんうんうん、昭和刻みの顔。ゴールデンモンキーのゴールドと、うん、シルバーバックのシルバーでゴールドとシルバーがあるんです。金属の世界を見る。でも相当飛行機、私も飛行機に長く乗るんです。何？入ってきた。西アフリカの行こうと思ったらね、ロシアが飛べないから、うん、なんかパリに。こっちの中東の方にこう行っていくんじゃないんですか。西アフリカはフランスの、もともとフランスの植民地が多いから。あ、じゃあヨーロッパの方に行ってから行くんですか。そうです。一回フランスに飛んでからウガンダとかは中東経由で行けるけど、西アフリカはフライト便が少なくて。あ、西アフリカ、あ、そっかそっか。すごい不便なんです、西アフリカ。ウガンダとかタンザニアとかはドルの圏内とか、リニアとかあっちの
日にちはどれぐらいだったんですか？大体10日ぐらい。あ、10日ぐらい。到着するといつの間にか分からない、うん、
感心してるか、なんか威嚇してほしい。でも木増えるわ、ほんまに、うん、なあ。